難しい言葉で鉾八幡の舞ということなんですが、玉取りですね。これは玉っていうのは宝物ですね、宝玉です。でこれは、神様が持っているものなんですが、これをですね、最初の演目になるんですが、一般に言ってるこの泥棒ですね、泥棒の鬼が出てきます。で、やはり悪というのは退治をされるんですが、少しユーモアの混じったですね、舞ですので、よろしくお願いします。準備もう少し待ってください。準備かかります。すいません。